しよう。どのくらい休もうかな。はあ、疲れ。ねえねえ、プラフター、一緒に採取に行こうよ。ソフィー、以前も言ったように私は戦力にはなりませんよ。ううん、そうじゃなくて、いい素材と悪い素材の見分け方とかを教えてほしいんだ。なるほど、わかりました。そういうことであれば同行しましょう。やった、それじゃあ早速出かけよう。そういえばこうして二人で外に出るのって初めてじゃない？そういえばそうですね。なかなか新鮮な気分です。私、プラフタと一緒に歩けて楽しいよ。ん？いや、飛んでるから歩いてないか。ねえねえ、お姉さん、一つ聞いてもいいかな。私？うん、お姉さんに質問。そのお空を飛んでいる方は何？え？え？どうしよう。見せ物とかにされちゃっても困るし、あんまり人に知られない方がいいよね。ね、私錬金術師なんだ。この本もね、私が作ったの。本が空を飛んだら面白いかなって。ほら、なんだかへんてこで楽しいでしょ。錬金術師、お姉さんって錬金術師だったんだ。それはなんとも奇遇だね。え？奇遇ってどういうこと？実は僕たち錬金術について調べてるんだよ。小さいのにすごいね。調べてはいても才能がなくて何もできないんだけど。まあまあ、できないことを調べるっていうのもなかなか楽しいものだよ。錬金術師のお姉さん、名前を聞いてもいいかな。うん、私はソフィーだよ。君たちは？僕はメクレット。私はアトミナ。
さっきも言ったけど、僕たち錬金術を調べてるんだ。ソフィーに錬金術について聞きに行くことがあるかもね。その時はよろしくね、ソフィー。聞きに来てね。じゃあそろそろ帰ろうか、アトミナ。そうね、またね、ソフィー。何なんだろう、あの二人すごく不思議な感じがしたな。いいよ、お待たせプラフター。さあ採取に行こうよ。帰ります。え、へんてこな空飛ぶ本はアトリエに帰ります。採取はお一人でどうぞ。それでは。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとうございます。では、報酬をお支払いしましょう。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。それではまた。あれ？ロジーさん？ん？ああ、ソフィーじゃないか。ちょっと修行の旅にな。修行の旅？何の修行なんですか？何って、いろいろさ。新しい製法を学んだり、鉱物を探しに行ったり。そういうソフィーは何をしているんだ？ああ、私最近本格的に錬金術師としてやっていこうと思って。だから材料を探しにここへもよく来るんですよ。錬金術か。ま、
ソフィーも頑張っているならよかったよ。ありがとうございます。おっと、そろそろ行くかな。開店準備があるんだ。それじゃあまた。はい、さようなら、ロジーさん。開店準備？足りない商品を仕入れといたよ。どんどん買っていっておくれ。どれを買ってくれるんだい？それでいいのか？毎度あり。それでいい。毎度あり。それでいいの。毎度あり。それでいいのかい？毎度あり。それでいいのかい？毎度あり。それでいいの。毎度あり。それでいいのか？毎度あり。それでいい。毎度あり。それでいいのかい？毎度あり。それでいいの。毎度あり。またいつでも来るんだよ。次はどこに行くの？何かしら、あれ。オイラの日頃の行いがいいおかげだな。慌てずにじっくり探しましょうね。何が取れるかな。いつも通りにやるだけよ。余裕の勝利ね。何が取れるかな。よいしょ。ちょっと強そうじゃないかな。
オイラが行くぞ。光の剣よ。みんなお疲れ様。これって植物だよね。オスカーに聞いたら何かわかるかな。たくさん取っちゃうよ。これって食べられそうだよね。試しに味見してみようかな。たくさん取っちゃうよ。たくさん取っちゃうよ。ちょっと強そうじゃないかな。この経験、次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。頑張っていこう。おー、当たれ。やっ、とりゃえい、やったね、勝ったよ。余裕の勝利ね。いつも通りにやるだけよ。行くわよ。ドーン。みんなお疲れ様。いいものあるかな。次はどこに行くの？
フィー、いるかしら。遊びに来たぜ。あ、二人ともいいところに。実はね、二人にすごい話があるんだ。すごい話？どんな？二人とも驚くよ。おいおい、なんだよ。もったいぶらないでさっさと話してくれよ。わかったよ。ね、すごい窯の話なんだけど。すごい窯ってどんな窯なの？知識の大釜って言ってね、手に入れればすごい錬金術が使えるようになるんだって。すごい錬金術ね。例えばどんなことができるようになるんだ？それはわかんない。そうなので、その知識の大釜っていうのは一体どこにあるの？それもわかんない。なんだ、結局ほとんどわからないんじゃないか。誰から聞いたんだよ、そんな話。プラフタからだけど、プラフタ、詳しいことはほとんど忘れちゃってるみたいなんだよね。それじゃあちょっと探しようがないわね。そもそも本当にあるのかもわからないし。でも夢がある話だとは思うな。ソフィーが欲しがるのもオイラにはわかるよ。して見つけたいなとは思ってるんだけど。そうね、何か手伝えることがあったら言ってね。いつでも力を貸すから。オイラもさ、その代わり、もし窯が見つかったらちょっと使わせてくれよな。うん、いいよ。二人ともありがとう。じゃあ、私は帰るわね。じゃあ、オイラも。またな、ソフィー。さえあればおばあちゃんみたいに錬金術を使えるようになるんだもん。絶対見つけてみせるんだから。何を作ろう。
いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。どの依頼を引き受けてくださるのですか？ありがとうございます。では報酬をお支払いしましょう。ありがとうございます。では報酬をお支払いしましょう。ありがとうございます。では報酬をお支払いしましょう。ありがとうございます。では頼みましたよ。いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィ。それではまた。ソフィーか。こんなところをほっつき歩いてどうしたんだ？それはこっちのセリフだよ。ハロルさん、時計屋のお仕事はどうしたの？今日はおしまいだ。もう閉店時間も過ぎたからな。今日から閉店時間が変わったんだ。またサボってるんでしょう。サボりなんかじゃないさ。人聞きが悪いことを言うもんじゃない。店主は俺だからな。俺が閉店と言ったら閉店なんだ。どうせ店開けてても客なんか来ないしな。もうまたそんなこと言って。ダメだよ、ちゃんとお仕事しなきゃ。せっかくお父さんからお店もらったんだからさ。余計なお世話だ。それじゃな。せっかくお父さんから受け継いだ時計屋なんだから、ちゃんと働けばいいのに。